高木ボール受けてダビド・コンチャも右にいます。ボール出して川崎、ダビド・コンチャいた。ダビド・コンチャからラストパス出て高木の右足、今日2得点目。ネットを揺らしたのは高木。これで0対2です。これで今シーズン10得点目、2桁に乗せました。ロングフィードからまずは高木受けてドリブル、川崎から右のパス、ダビド・コンチャ冷静にパス、最後は右足振り抜いて、これで0対2です。